電動パパ実際どうなんですか。いろんなタイプありまして、こうシャコシャコ動くストローク型と、グイーンって回転する回転型、あるいはこう回転しながらストロークもする、もしくはビビビビビビっていう振動、大体今この3パターンですかね、分かれるの、うん、まあ、どれもそれぞれ良さはあるんですけれども、まあ、全てに共通して言えるのは自分で動かさなくていいっていう、まあ、この受け身の気持ちよさですよね、うん、結局ね、生身の人とする時もしてもらう良さみたいなときっとあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのを疑似的にでも味わえるっていう意味では電動はものすごいいいと思います。勉強作りに向かいながらつけるとか、うんうん、そういう夢のシチュエーションとかも全然あり、うんうんうん、むしろ机に固定するアームみたいのも別売りで売ってたりするんで、うん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 、そういう固定しながら気持ちよくなりながら勉強するといろんなものが脳に入っていっていろんなものが吐き出されるんで、まあ、プラマイゼロです。でも気持ちいい。でも煩悩はなくなるかもしれないですね、うん、煩悩がなくなったからね、確かに賢者タイムで勉強はかどるかもしれない。そう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 、うん、まあね、勉強したい全ての人に使ってほしいです。